松田学です。今昨年は COP26 とかですね、もう石炭は火力はやめるんだというのが打ち出されている中でですね、今回、ウクライナの侵攻、天然ガスが上がったり石油が上がったりエネルギーの状況が非常に不安定なんですけれども、そういった中で今原発が世界的に見直しの動きも出ていると。じゃあ我々福島を経験した日本はどういうことを考えていったらいいのか、このあたりをですね、この分野の第一人者でいらっしゃいます、東京工業大学特任教授の奈良林忠先生にお越しいただきまして、原発政策について語っていただければと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします、はい、どうぞよろしくお願いいたします。まず再生可能エネルギーでやっていくんだと言ってるんですけれども、現状はどんな感じなんでしょうか、まずですね、これ我が国の、再エネです、でこれ実は再エネのトータル水力見れると日本は 20% に達したんです、20%、だからこれを、これからどんどん増やして、40% を超えるとか、威勢のいいことは言ってますね、言ってますけど、今この中でですね、やはりその変動する出力はこう時間とともに気象によって変動する再エネというのは風力も太陽光もそうなんですけど、安定した電源がそのバックアップにないと、停電しちゃうんですね。で、それがためにですね、再エネと同じぐらいのやっぱり規模の火力発電所がないとやっていけないんですね。で、その日本がですね、お手本にしているドイツなんですけど、これがですね、もう再エネ 40% を達して、最近だともう 40% を超えたというふうに言われています。そのドイツがですね、やはり再エネ 40% 超えたんですけども、石炭火力とか、天然ガスとか、そういうものを使っていないと、欧州は送電網が相互につながってますから、日本ほど厳しくはないんですけども、それでも、石炭火力、それから天然ガスを、使い続けてるということがありまして、今その、ちょうどロシアの天然ガスですけども、ウクライナを通って、そしてパイプラインで、ドイツに来てる、天然ガスですね、でこれが実はドイツのエネルギーの 50% をですね供給してるんですね。それで今ロシアに制裁を科すと、いうことで、いろいろとドイツ政府がですね、制裁科すと言ってるんですけど、実はプーチンから見たらですね、そのガスのパイプラインの バルブをですね、こうやって閉めたら、ヨーロッパ全体の天然ガスなくなっちゃうので、これやったらもう、核兵器使わなくてもですね、ヨーロッパ全体が大混乱になって、もう停電して、経済も、産業も全部止まっちゃいますから、完全に歪みを握られてそうですね。そう、だからこう首根っこをですね、こうやって、プーチンに握られてると思うんですよね。プーチンも強気になっちゃうと思うんですね。だから核兵器使うかもしれないとか言ってますけど、最後の手はですね、ガスのパイプラインバルブ閉めるだけなんですね。そっちの方が強い。そっちの方が凄まじいと思います。凄まじいでしょうね。なるほど。で、それでも、あれですよね、一応、建前って言ったんですけど、再生可能エネルギーでやっておくんだと、いうことで、世界中が動いてるかに見えますけれども、それ本当にやっていけるんでしょうか。私はね、ほとんど無理だと思う。今のね、ちょうど日本の、水力を見てて 20% くらいっていうのが、私、適正なレベルで、ドイツまでですね、40% 増やしても、1キロワット時のアワーですね、1キロワットアワーあたりの電気を得るのに、ドイツも日本もですね、約500グラムの二酸化炭素を出すんですよ。だから1キロワットの湯沸かしポットを、1時間使ってると。そうすると、大体もう、ドイツも日本も500グラムの、ペットボトルありますけど、500グラムペットボトルと同じぐらいの重さの二酸化炭素を出しちゃうということなんです。そういうことなんですね。だからこれはね、結局、もうその2つの国を比べると分かるのはですね、1キロワット時の電気を使ったときに、500グラムの出しちゃう国、ドイツも日本もですね、隣同士近所なわけですよ。で、これはもう世界の数勢からすると、もう後進国のレベルです。そうなんですか。だからこう一生懸命今、フィードインタリフですか、再エネ賦課金で、90兆円、つぎ込むことになるんですけど、
90兆円つぎ込んだとしてもですね、はい、日本の二酸化炭素って数パーセントしか減ってない。あでむしろ原発を今再稼働して順番に、はい、あの基数が増えてますよね。今9基とか10基まで来ましたけど、はいはい、そちらの方がですね、はい、あの二酸化炭素を減らす効果が強いんです、はい、あだこれが今 20% から 22% と言ってますけど、まあ、そこまでいけばさらに減りますし、かつて50基の時は日本の電気 の, その 30% 以上原子力が担ってましたので、その原子力っていうのは運転時に二酸化炭素を出さないレベルなんですね、はいはいはい、それで太陽光とか風力は、はい、あの時間とともにこの出力が変動しますので、はい、どうしてもその出力が下がった時に、あの石炭火力だとか、はいはい、天然ガスをその燃料として使わなきゃいけないんですよね。そういうことなんですね。だからね、太陽光風力の比率が、増えて上がったり下がったり、そちらの変動電源としてやると、はい、火力発電所を上げたり下げたりこうやらなきゃいけないと、はい、そのバランスで停電しないようになってるんですね。あじゃああの石炭火力をもう段階的削減して将来にやめてしまうんだって言っても、そもそも途絶え無理です。もう大停電になるだけですね。あだからあの巨大な罰エリーをつけるとかですね、まあ、そういうことをやらないともう絶対無理です。もう物理的に無理ですね。でもしもしですね、家庭の話をして再生可能エネルギーでやるとすると、はい、これ相当なコストがかかるんじゃないかと。そうですね、はい、ちょっとですね、はい、具体的にその理由をですね、はい、あのご説明したいと思うんですけど、はい、実はこれはこの間あの参議院のですね、はい、資源とエネルギーに関する調査会というのがありまして、はいはい、私参考人で喋ってくれということで、参考人の意見陳述をいたしました、はいはいまあ、その後各党派のですね、はい、議員の先生たちから質疑がございまして、はい、それに答弁したんですけど、はい、これを説明したんですね。あそうですか、はい、でこれどういうことが書いてあるかと、はい、この黄色いところが太陽光が電気を出しているところですね、はいはい、でこれ、まあ、サインで積分するとですね、はいまあ、理科系の人は、高校の時に数三ですか、習ったはずですけど、で、それ積分すると、全部やってもですね、32% しかならない。0.32 ですね。それで、日本の晴天の確率っていうのは、だいたい 50% なんですよ。そうすると、32% の半分しか電気が出せないので、まあ、それで 16% ですね。それであとその電気回路の損失だとか送電の損失だとか、それからあとまあ地平線とかもた日の出日の入りの頃はほとんど電気が出ませんから、そうすると大体太陽光のその稼働率ですね、これ正確には設備利用率って言うんですけど、まあそれは 13% しかないんです。ソフトバンクさんのホームページにも 13% 書いてありますから、まあ間違いないわけですけど、で結局その 13% しか働かない電源に、まあ、今フィードインタリフで90兆円つぎ込んだわけですよ、はい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 、でそれどうなったかっていうと、二酸化炭素は数パーセントしか出ないと、はいですね、それから年間の発電でいくと、はい、今太陽光のコントリビューションって 8% しかないんです。だけ原発で50基あれば 30% いってたわけですけどね。で90兆円つぎ込むんだったら90兆円、仮に原発が1基1兆円、安全対策を徹底的にやって、処分のお金も積み上げて、やったとし、もし仮に1兆円やっても、はい、90基ができたわけですね。それで30基再稼働すると120基ですから、はい、もうそうすると日本の電気って、電気はですね、はい、二酸化炭素も出せない原子力で、ほぼ全て70から80% 賄えちゃうわけです。だそれが、それをやれば、そういうことができたはずなんですね。だから、その90兆円で 8% ぐらいしか今電気出してない、その太陽光と、その原子力のその実力を比べたらそういうことになるわけです。90兆円の投資がですね、どのくらいその、再エネと、まあ、太陽光につぎ込むのと、原子力につぎ込むのと、まあ、そこの効果の差がですね、80% 日本が電気出さないってことになれば、はいまあ、フランスとかですね、スイスとか、はい、二酸化炭素の排出がもう、ものすごく少ない国々あるんですね。はいはい、で、ノルウェーは一番14グラムしか 1キロワット時に、二酸化炭素を出さないんですけど、はい、これは、ノルウェーってのはほとんど水力がメインの国です。ですね、はい。で、その次は2位がですね、スイスなんですね。はい、で、あとスウェーデン、はい、グレータ・トムリさんが、はいはいはい、ドイツは二酸化炭素を出して悪い国だとこの間言ってましたけど、はい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 、
それだから なぜそう言えるかというと、はい、スウェーデンは二酸化炭素の排出少ないんですよ、うんうんうん、だから石炭やめろとかまあ言えるわけですけど、うん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 、ですからそういう形 でフランスは原子力が 70% あって、はい、2030の目標は大体その1キロワットアジーあたり 50g っていうまあ目標があるんですけど、はい、それをちょっと超えるぐらいがフランスなんですね、うん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 、ですから上位 その二酸化炭素が少ない国は 実績としてですね、はい、もう原子力と水力の国だけになっちゃったんです。あ、やっぱり水力と原子力なんですね、それがだから最強の組み合わせになるんですね。でこれですね、あの、はい、小泉純一郎さん、あの小泉元首相、元首相の方ですね、お父さんの方、お父さんは純一郎さん、純一郎さんですね、はい、でその純一郎さんが何言ってるかっていうと、はいはい、あの全電源あの、はい、再エネでできると、はい、ね、原発なくてもやっていけるんだって、はい、一生懸命、まあ、ずっとこう、はい、まあ、10年ぐらい発言されてますけど、はい、私嘘ですよって、で全国で私あの小泉元首相は嘘ついてますよって講演して、はい、産経新聞 あのネットニュースで出たら、はい、2日間アクセスランキング1位でしたから、あ、そうですか、はっきりちゃんと言って、はい、一つも来ないです。でなぜかというとですね、はい、13% しか働かない太陽光で国の電気 100% を賄おうとしたら、はい、国の電力需要の頃今 100%、はい、でこれの 7.7 倍、つまり 770% まで太陽光パネルを敷き詰めなきゃいけないわけです。なるほど、なるほど。でそれでその 100% から 770% まで はみ出して、これ上に上がった部分ですね、はい、それを全部バッテリーか、まあ、水力発電とかですね、あと水素を作るのもあると思うんですけど、はい、それを使ってあのこの今ブルーの時間帯に、はい、マヤミ洋の時間、はいはい、早朝でまだ太陽が出てない時間帯、はい、そこに流し込まなきゃいけないです、はいはいはい、でそれでバッテリーとかね、そう太陽光パネルだっていうのも、今のその90兆円つぎ込んで 8% しか電気出してないやつを 770% にしなきゃいけないわけですよ、はいですね、90兆円でね、はいはい、だからもう全部足すとですね、軽く1000兆円超えてしまうんです。1000兆円ですか、で日本の国家予算って100兆円ですよね、大体、はい、100兆円です。で100兆円のね、はい、で国家予算の10年分を全て太陽光につぎ込めるかって話ですよ。それはもう政治的にも経済的にも物理的にもありえないわけじゃないですか。ですね、GDP の2倍近くですからね。そうそうそう。だからそんなことやったら国の経済回らなくなっちゃいますから、もう日本としては、まあ、経済破綻してしまうわけですよね。で、それができるって言ってるからは、だから小泉元首相がですね。だから私、嘘だって言ってるんですね。ああ、それは本当に嘘ですね。明確なんですね。なるほど、なるほど。なんかある試算では、はい、2100年に、はい、産業革命前のあれですか、はい、1.5 度かなんかに抑えるためには、はい、それ、はい、大体 GDP の 5% ぐらいのコストがかかるという話もちょっと聞いたことがあるんですけど、はいはい、まあ、ちょっと天文学的な数字のお金がかかるってよく聞きますよね。だからそれがですね、大変なんですけど、まあ、例えばその太陽光でパネル自体は安くなってるんですね、はいはいはい、ところがパネル自体を国の、はい、電力需要の、770% まで、ねはいはい、敷き詰めてって、もうそんな土地日本にないですよね。ないですね、うん、まずそうですね、はい、でそれから木を切り倒すと、二酸化炭素排出プラスになっちゃうんですね、でそれもできないですよね、はい、それから送電線を 7.7 倍まで太くしなきゃいけないと、はい、これはもう何十兆円の世界になってしまいます。それからあといろいろなそのバッテリーだとか水力発電、余剰発電ですね、はい、でそういうものを全部こうやっていくともうとんでもない金かかっちゃうので、まあ、やるとすればですね、これは今、はい、まあ、そのイメージを、はい、こう書いたんですけど、だからシステムコストというのは太陽光パネル単体は、はいはい、キロワットのね、はい、その単位でやるんだったら安くなってるんですけど、うんうん、所詮電気っていうのはキロワット時でキロワットアワーでお金払いますから、はいはい、キロワットアワーで勝負しなきゃいけない、うん、でそれにはもうものすごくその太陽光っていうのはお金がかかる、うん、これなぜ 13% 決まってるかっていうと、うん、地球の自転とそれから日本の温暖な気候で決まるわけです。なるほど。だからこれ砂漠の国であればですね、はい、倍になるわけですよ。あ、なるほど。だからその 13% で 23%、ね、はいはい、ね、6% がいくわけですけど、でただですね、私アラブ諸国連邦の、はい、王立カリファ大学の原子力教育の私、はい、ボードメン、はい、評価するボードメンバーやってたんですけど、あ、そうですか、はい、向こう行くとですね、はい、五つ星ホテル泊めていただけるんですよ、はい、ドバイ行くとですね、はい、
で、そうするとですね、その高級ホテル、五つ星の高級ホテルの窓ガラス、なんかザラザラ砂がついてるんです。で、そうするとね、あ、これ、トム・クルーズがやってたじゃないですか、ミッション・インポッシブルって。で、あれ、結構砂嵐の雨が来ますよね。で、そうするともう窓ガラスね、高層ビルのホテルの、窓ガラス吹けないわけですよ。あ、はいはい、それから太陽光パネルの上に砂がついちゃうと、はいはい、これ雑巾がけしなきゃ取れないですね。なぜかっていうと、その例えばアラブ諸国連邦の砂って塩分を含んでるので、へばりついちゃうんです。そうですか。で、それで、大量のその太陽光パネルをね、貴重なガソリンよりも高い水で雑巾がけしたら、これはもう、だから、だから、その、産油国はね、それほど太陽光に力入れないっていうのは、だからそういう難しさもあって、だから今、産油国でね、砂漠の国で、太陽光で、電気作って、それ水素にしてね、日本に持ってくるんだと、さらにアンモニアにして持ってくるんだっていうんですけど、産油国自体がですね、太陽光っていうのはやっぱりその環境をちゃんと調べないと難しいんですよ。そう、いうことなんですね。あと太陽光のほかに風力とかね、そういう話も出てますけど、あれはどうなんでしょうか、ね。風力はですね、特に日本の場合には、陸上のですね、風が強いとこないんです。この風況マップっていうのはですね、出てて、もう公表されてますけど、風が強いのは洋上。洋上ですね。で、しかも、北海道の西側とですね、あと、東北地方の一部だけです。そこは世界のイギリスとかデンマークとか、風が強いところに比べると、すでにそこの最高風速は3分の2しかないんです。で、例えば、福島のイノベーションコーストで、風車を建てましたよ、大きい風車。あれほとんど回らないので、採算が取れないっていうんで、800億円かなんかかけた風車、撤去しちゃいましたよね。だから結局その風力も難しくて、風が強いところに立てない限りはやっぱり電気出てこないですね。まあ陸地に今小さな風車いくつか回ってますけど、まあそれでもその、ヨーロッパの風力が盛んな国に比べると、非常にその設備率とか稼働率低いですし、風も弱いんですね。だからそういう難しさがあって、で、特にですね、日本の場合には、欧州のように遠浅じゃなくてですね、その沖合に出るとすぐ深くなっちゃうんですよ。はいはいはい、それで、まあ、特にその日本海側とか、はいはい、で1000メーターとか1500メーターまでやっちゃうので、この風車がですね、こう海にこう、浮体式って言って船みたいに浮かぶんですけど、ね、はい、そこから、海底までですね、1500メーターの送電ケーブルをまず垂らして、ね、それからこうずっと何十キロも陸地まで持ってくると、このケーブルが難しいんですよ。この浮体式ですから、こう、波の、あれにやってこうゆらゆら揺れるんですね、はいはい、そうするとそのケーブルが一緒にくっついてこなきゃいけないの で、でダイナミック、これは大変だっていうんで、ダイナミックケーブルだって、はいはい、浮力を持たした、浮きをつけたケーブルでこうやるんですけど、はい、そうするとその浮きが、その浮きがですね、やっぱり、浮いてるそのケーブルもですね、こう大型の洋上浮力が動くと、やっぱり、ちゃんとその強度あるのかと、まあ、金属疲労出ますから、揺られてるうちにその断線する可能性あるんですね。で、そうすると洋上風力の今ケーブルの問題っていうのがあって、これがまだ技術的に解決してないんです。なるほど。で、それで今国はですね、太陽光はまあそこそこにして、これから主力電源として洋上風力をたくさん使うと力いると言ってるんですけど、実はまだそういう心もとない状況ですね。だから国のね、エネルギー政策にまだ技術的に目処がついてないものをいきなり投資していいのかって、まだケーブルの問題から片付けなきゃって、なるほど、そういうふうになっちゃうわけですね。今回、エネルギーの脆弱性、世界的な、はい、特にヨーロッパですね、天然ガスに、はい、ロシアも天然ガスに依存している中で、はい、プーチンがウクライナ侵攻したという事態が起こって、これは、はい、エネルギーの脆弱性を見事にプーチンがついたんじゃないかという見方ができますよね。もう私ですね、実はウクライナ、チェルブイのね、原子発電所を見に行くっていうので、はいはい、2回ウクライナ行ってるんですよ。で、チェノブイの原発も行って、食堂もね、チェノブイの原発で働いてる人たちが食事をするとこも、食堂も使わせてもらって、で中入るのに、手が汚れてないか、放射線、放射能がついてないかどうかです。ハンドフットモニターっていうと手突っ込んで、で、OK になった人だけが中入って食事ができるんです。で、ボルシチのスープで美味しかったんですけど、で、そこでやっぱり働いてる人たちが、なんですか、
地面にいっぱいその放射性物質がついちゃってるので、風が吹くとその線量が上がるんですよ、はいはいはい、でそれで今ロシアがあの戦車で攻めてきて、チェノブイリに今、はいはい、来て制圧しちゃいましたよね、はいはい、チェノブイリの原発、はい、で戦車が走ると土を巻き上げるので、はい、周りの線量が上がっちゃってるんですよね。結局あそこのチェノブイリっていうのは西側の国々がお金を出して、その廃炉作業をやってるという、その西側の国々のまあ、協力をしているその体制の象徴なわけです。なるほど。でそこをプーチンが、はい、あのロシアが奪い返すということをやってるわけですね、うんまあ、それで、まあ、とんでもないことになってて、結局その、うん、今 ドイツには、あのウクライナを通して天然ガスがロシアから来てるんですね、はいはい、でそのドイツはあのエネルギーの約 50% をロシアの天然ガスに依存してる。50%。イタリアもものすごい高いんですよ。だから脱原発しようとする国は天然ガスに頼らざるを得ないんですね。石炭使うとこれ、はいはい、あの、クレタ・トンベさんに怒られちゃうわけですから。だから、そうすると、今何が起きてるかっていうと、あの、スイフトとか言って経済制裁やりますとか言って、はい、あの銀行のね、ネットワークから締め出しますってやってますよね。はいはい、でも、プーチンが、そのウクライナとってバルブを閉めればですね、はい、欧州の天然ガス止まっちゃうんですよね。と何が起きるかって、電気が出ません、発電はできません、はい、産業のエネルギーが足んなくなりました、はいはい、そうすると経済と産業が破綻しちゃうんですよ、はあ、そっちの制裁の方がきついですね。すごいですこれだって、ねあの核兵器使わなくても、はい、ヨーロッパの、ね国々をその経済破綻させることができる、エネルギー危機を、まあ、大転で起こすことができる、そういうそのなんていうんですか、エネルギーセキュリティ、エネルギーの安全保障の面でですね、まあ、プーチンはものすごい有利なわけですね。で、今、わしなんでこの時期に攻めてるかっていうと、暖かくなっちゃうと天然ガスの需要が減りますよね。はい、だから今一番効き目があって、まだその欧州を脅せる段、タイミングで、あの、ロシアがあのウクライナに侵攻してるんだと思うんですね。なるほど、うん、そういうふうに見てくる、これ、あの結局、再エネシフトをこう急激にやろうとした結果、安定性が崩れて、天然ガスの値段が上がって、はい、そしてロシアの急所に逃げられてしまって、はいはいまあ、結果として今、あのまあ、ヨーロッパなんかでも、原発の見直しの動きがですね、はい、ここのところ急に出てきて、はい、EU タクソノミーかなんかでも、はい、これあの、推奨すべきエネルギー、なんかガラッと雰囲気が変わってきた感じですが、はいですね、このあたり、どんなご覧になってますか。はいまあ、おっしゃる通りでして、これですね、はい、あの去年の、まあ、12月にですね、はい欧州でヨーロッパでですね、はい、あの原発万博ってなった。原発万博ですか。離れ万博じゃなくて、原発万博ですね、はい、ワールドニュークリアエキスビション、はい、だから原子力 その万博をやったわけです、はい、でそこの会場になんとですね、はい数千人が訪れたと。ですか。で、私もちょっと呼ばれてて講演しないかみたいなこと言われて、ここへ行こうと思ってたんですけど、政府がオミクロン株が出て水際対策で、まあそうですね、あの海外渡航中止勧告、レベル3って出されちゃったので、まず全部で、ね、もう航空、飛行機からホテルから全部予約取れてたんですよ。ですところが、国立大学ですから、政府の言うことは聞かなきゃいけないということ で、ね、でちょうど1週間の差でこう行けなかったですね。あ、そうなんですか、うん、はいはいはい。でもそんなことが行われてると。そうそう、ただ、これだけ今ですから、ヨーロッパはですね、原子力に回帰したと。回帰してると、まあ、特にフランスが先頭で、はい、ヨーロピアン PWR って EPR と称してますけど、はい165万キロワットの大型の原発を、はい、最初あの8基、あ、6基って言ってたんですけど、はい、その後8基さらに追加すると言って、ですから今6基から、14基まで建設するという、はいまあ、そういう威勢のいいことになっていて、そうすると蒸気発生機とか原子炉容器っていうのは実は日本製になる可能性が大きいんです。はいはい、それでここの写真の中でですね、3ダイヤの三菱さんのマークがあるんですよ。三菱のマーク。ええ、そうすると、日本の原子力が復活できるかもしれないと。だ今、そういうちょっとですね、原子力に、まあ、光が差してきてるというのは、なるほど。そういうところまで今見えてきてるんですね。そう、光が差してきて、ええ、しかも日本の技術がまた生きるかもしれない。そうです。はい。という状況ですね。はい。ところが日本は再稼働の状況っていうのはまだまだっていう感じですし、はいはいはい、ここのところでやっぱり多くの人が、うんまあ、安全性のですね、心配をしてるんですけども、はい、これはどういうふうに見ていったらいいんでしょうか。私、
フィルターベントといってですね、はい、原子力発電所がその事故を起こしたら、はい、その放射性物質を起こし取るフィルターを開発しました、はいはい、あ、そうですか。で、それを今我が国の原子力発電所には全部設置すると、はい、私当時原子力規制委員会のですね、はい、外部指揮者をしてましたので、あ、そうですか、まあ、そこで安全対策としてですね、はい、フィルターベントをつけなきゃいけないですよっていうのを、はい、まあ、言いまして、まあ、その、はい、前のその原子力安全保安院っていうのがあったんですけど、はいはい、そこも福島の事故の技術的知見の委員会、はい、委員をやってましたので、はあ、そこでもフィルターベントつけなきゃダメだと言って、はいはい、結局福島の事故の以前にですね、はい、平成17年に、はい、原子力安全委員会が、はい、日本の原子力発電所に、はい、フィルターベントをつけることを強く望むっていう声明を出してたんですよ、はあはあはあ、で その時に、はい、私、まあ、いろんなところで講演してましたから、はい、フィルターベントが必要ですよって講演するとですね、はい、会場にいらっしゃる反対派の方々ですね、はいはいはい、なんでそんなもんつけるんですかと、ね、どうせ事故起きるんでしょうと、うだからつけるんでしょうって、こういう言い方なわけですよ。でそれでフィルターベントは必要ですって言うんですけど、電力会社の人たちも同じこと言われてるんですね。だからそれで裁判で原発事故起きたら負けちゃうわけですよ。それも反対派の人たちが全国でその反原発で裁判をあちこち起こしてましたから、そういう状況の中でじゃあ事故を起こしませんから、フィルターベントつけませんってなったのが、これが本質的な安全神話なんです。あ、だから安全神話やってても信じられないと、この電力会社はそんなとんでもないって言うんですけど、その安全神話を作ったのはですね、その反対派の人たちも半分は私責任があると思うんです。あ、そういうことだったんですか。フィルターベントつけたらよかったということですね。そうそうそう、でフィルターベントつけたらですね、はい、福島の汚染はなかったわけですよ。なかったんですよね。だから私その参議院の、ね、意見陳述で申し上げたのは、その原子力の推進反対の立場を超えて、原子力発電所は日本にあるんだから、どうやったら安全になるのか、どうすべきかって議論を、その立場 の枠をですね、超えて、そこでちゃんと相談しなきゃいけなかった、打ち合わせしなきゃいけなかった。で、それをやらないで二項対立でお互いに足を引っ張り合ってたというのが私、だから、その福島の事故の原因だったと思うんですね。そうだったんですね。まあ、その辺のことってみんな知らないですよね。そうです。だからみんな、安全神話で電力会社けしからんと言ってるんですけど、そうなんですね、私から見るとその事情知ってますから、なるほど、その原因の半分はですね、電力会社さんに、まあ、私は責任あったと思うんです。なるほど、なるほど。電力会社さんじゃ、反対派の方々ですね、責任があって、電力会社の人は、もうしょうがなくて、裁判に負けると大変だから、つけませんとこうなっちゃったわけです。あ、そうですか。で、そうすると、どう考えても、本当に2050年カーボンニュートラルにするんであれば、はい、今のお話が来る、すると、もう原子力使うしかないと、原発をですね。うん、で、その時に、まあ、フィルターベントとかそういうやり方であればですね、うん、そんなに事故を心配しなくてもいいと、はい、これ言っちゃっていいんですか？いいです、いいです。はい、もうすでにですね、PRA って言うんですけど、事故の確率を評価すると、フィルターベントがつくとですね、原子炉がその壊れる、事故を起こす、その確率がですね、はいはい、1000分の1になります。1000分の1ですか。ですから今までは 100万分の1とか言ってたんですけど、はいはい、その1000分の1になるとですね、ちょっと計算できないですね。もう、その、1億分の1ぐらいになってゼロですね、ほとんどゼロに近い、つまり隕石がぶつかってあなた死にますよっていう確率は、まあ、10のマイナス67乗と言われてるんですけど、100万分の1とかその1000万分の1のですね、さらにもっとリスクが下がってるわけです。あ、そういうことですか。だからそういう説明が全くなされてないので、そこに大きな問題があると思うんですけど。なるほど。ええー、そうするとあれですね、そういう、まあ、説明をきちんと、政治の側から してもらわないといけないですね。なるほど、はい、だから、まあ、そういうところでですね、今これご覧いただけると分かるんですけど、はい、日本ではそういう安全対策はほとんどその、はい、マスコミ報道してくれないの でそこは私大きな問題だと思ってるんですけど、今これ見ていただくとですね、はい、現在も原子力使っていく、将来も原子力を使う国っていうのは25カ国あるんですよ、でそれから今使ってないけどこれから使うっていう国が14カ国、はいはい、ですからもう世界は圧倒的に原子力を使うっていう、もうそういう時代に入ってる、うん、ああそうになってるんですね、だからまあ、その中でですね、脚光を浴びてるのがですね、
このニュースケールというその小型モジュールですね、はい、よく聞きますね、はい、最近ですね。そう、これがその、はい、ニュースケール の、はい、ホームページに出てるやつですね、はい、で、まあ、これちょっと見じゃなんか分かりにくいかもしれませんけど、うん、どういう構造になってるかというと、はい、原子炉の外側にある格納容器が、これプールの中に浸ってるんですね。プールの中に入ってる。だからこれがあの原子炉だとしますと、はい、その外側に格納容器があって、はい、格納容器の外側はプールになってると、はい、水なんですね、はい、で、はい、通常運転してるときはですね、はい、冷えちゃったら、原子炉運転できませんから、はい、その隙間の中は、気体なわけですね。はいはいはい。で、ところが、事故が起きると、この間に水を入れるんです。はい、そうすると、この原子炉の熱がですね、はい、その水を通して格納容器に伝わって、格納容器の外側のプールにまで熱が行きますから、はい、これで自然に冷却できちゃうんです。はあ。だからこの今、ニュースケールはですね、これを自然冷却をちゃんと取り入れた原子力発電所なんですね。あ、だそれで、米国の原子力規制委員会 NRC がですね、はい、これちゃんと型式認定を出して、もうお墨付きを与えてます。なるほど。はい、そうすると、こう仕組み上、原発の事故、あれ起こらないと、はい。そういうことです、そういうこと。はい。だからこれが今、こういう、まあ、ニュースケール社のホームページにですね、こういうイラストも出てますけど、まあ、モジュールですから、はい、その建設期間も非常に短縮できて、工期もきちっとキープできますと、はい、工期が伸びることによって赤字になりませんと、そういうコンセプトでやって、最大で 12機だですね、こう並べて、あ、12機並べると、で94万キロワットぐらい出すんですけど、あ、そこになるんですね、だからもう大型炉と同じですよね。大型に近いになるんですね。はいはい、そうすると、まあ、いわゆる小型であっても、はい、安定的な供給が体制というのは十分に作れるという、そういうことです。はいはい。そう思ってていいんですか。はいはい。だからその、まあ、福島の事故の時には、人手を使って水を炉心に注水するというのを一生懸命、そこはなかなかできなかったですし、はい、まあ、ベントができなくて、はい、その格納容器が壊れてしまってリークしてしまったんですけど、はいはい、まあ、そういうことを心配しなくてもいいっていう、あ、まあ、そういう基本的な考え方のものがその SMR ですね。なるほど。だからこの SMR ですね、今開発してまして、はい、これですね、この特攻台のツバメのマークがついた、はいはい、小型モジュールですけど、はい、まあ、こういうのを今学生たちとアイデア出しして、こういうふうにやりましょうと。ああ、そうですか。で、これは再エネのね、電気が足りないときは、出力を上げますと。だから30万キロワットっていうのが、その、はい、小型モジュールなんですけど、はい、最大で80万キロワットまで出力を上げられるように、あ、まあ、小さなポンプを下につけてるんですけど、で、これによって、だから再エネが電気減ったときに、こっち原子力の方から電気を供給してあげますと、まあ、こういう機能を持たせた SMR ですね。で、そうすると再エネと喧嘩するんじゃなくて、再エネと原子力が組めばですね、本当にゼロですね、二酸化炭素排出が発電時には。なるほど。で、そういう世界がこれから作れる。ああ、再エネと原発が、結合するという、あ、そうそうそう。お互いに、スクラムを組んで、頑張ると。そういうことで、日本は将来二酸化炭素を、2050年には、ゼロにできると。そうすると、2050年から逆算してですね、まあ、2030年ぐらい、あと8年間ぐらいに、次に作るべき原子炉のコンセプトをちゃんとまとめておくというのが、この8年間だと思う。もう2030年ってずっと先じゃなくて、今は2022年ですから、あと8年しかないですよね。はい。なるほど。ただ、あれですよね、政治的に言うと、はい、原発再稼働も、なかなかこう、ままならないような状態の中で、エネルギー基本計画で、まあ、去年あたり、ちょっとそれを目立ちできるかと思ったら、やっぱり政治的にできなかった。はい。この中で果たして、で、しかも日本ってこの、小型原発ですね、この技術も相当あるということであれば、これやっぱり決断をちゃんとしないといけませんね。そうですね。はい。だから今、例えばですね、これもちょっと難しくなりますけど、まあ、高レベル廃棄物があってですね、この地層処分しますと言ってるんですけど、はい、これができるのかと。その、ね、その問題、トイレのないマンションの話がありますね。で、この間参議院でもですね、その、議員の先生からそういうご質問ありました。はい、ところがですね、今、この高レベル廃棄物って再処理すると10万年を8000年に短くできます。はいはいはい。で、さらにですね、それを300年に短縮できるっていうの、技術があってですね、はい、これがですね、その SMR の中でもですね、はい、小型の高速炉で、プリズムっていうのがあるんですね。はいはいはい、これは米国の GE と、それから日立と、まあ、で開発をしたものなんですけど、はいはい、で、これを使うと、その高レベル廃棄物の中で一番厄介なマイナーアクチノイドっていうのがあるんですけど、はい、
それを燃焼して焼却処分することになる、はい、でそれがなくなるとですね、はい、まあ、だいたい有害度が減るまで300年か400年ですもん、はい、ということですから、江戸時代ぐらいからの期間をやれば、そのこれまでの廃棄物が減らせるんですね、はいはいはい、でそうすると地層処分するのもずっと楽じゃないですか、7000年も、まあ、大丈夫かって、ね、埋めて7000年後はね、8000年後はちゃんと大丈夫かって、そうですね、まあ、そういうことを今問われてて、これはなかなか説明できなかったんですけども、こういう SMR を使うと、はい、それが300年とか400年でいいですと、なるほど、でそうするとあの私、はい、あのですね、まあ、あの家内のお父さんが今、はい、あの亡くなられてお墓があるんですけど、はい、あのなんだ、どういう墓かというとですね、はい、あのボタンを押すとぐる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 って回って、はい、その骨壺のお位牌がですね、はい、お位牌が出てくるんですよ、はい、で だからあの地層処分っていうのはですね、実は背徳産業なんですよ、ね、これ私あのエスポっていう、はい、あのスウェーデンの岩盤研究所行ってきました、はい、ここではそのコレベル廃棄物の地層処分の開発をやってるんですけど、はいはいはい、もうこういう大きなですね、機材を作って遠隔操作でボタンを押すと、これで廃棄物の入った容器を土の、あのこのトンネルですね、はい、中 その穴掘ったところにスーッと差し込むんです。はい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 、はい、ですからあのこの汚いものを扱っているって別にゴミ捨て場じゃなくてですね、そういう分離したものを安全に埋める、それも、まあ、例えば北海道であれば、はい、真冬にあの私札幌いましたから、はい、よく都内の発電所を見に行ったんですけど、はい、あの真冬に泥こじちゃってるんですよ、うん、雪が吹くね、寒い中で泥こじちゃってる、これ なぜそんな時にやってるかっていうと、はい、冬の雇用がないからなんですよ、はい、だからそれで冬の雇用を作るために真冬の寒い中でつるはしをこうやって雪をの固まったやつをどかして泥こじちゃってるんですよ、でそういう苦労なくてね、こういうところでハイテク産業で働けるようになって、これはだからそういう産業、新しい産業なんですよ、新しい産業作っちゃう、でこれもトンネルの、ね、規模はだいたい青函トンネル7個分ぐらいの規模になるんですけど、そうするとそのトンネルホールだけでも相当 その建設だとかそういう土木からですね始まって、まあ、最終的にハイテクでボタンを押せばシュッとこう埋めるとこまでやるとですね、まあ、相当なその新しい産業になると。でそういうふうに埋めちゃえば、はい、もうまず心配ないと、はいはい、もう安心ですよという、そういうことになるわけですよね。はいはいはい、でそうするとあの地元に雇用を見たい自治体なんか手を挙げてくる、そうもっとです。だからこういう説明しないからですね、ゴミ捨て場じゃないかってんでみんな嫌がるわけですけど、で本当はこういうハイテク産業なわけですから、まあ、その文献調査の間にですね、こういうことですよっていう説明をちゃんとすればもっと手を挙げてくださる自治体もっと減ると思います、ね、そうですね、でこうやってあのきちっと話を聞きますと、はい、まあ、こんなに国民が原発を怖がる理由っていうのはどんどん解消されてきますね、はい、そうですそうです、はい、でね、これ実はね、スウェーデンですよね、はいはいはい、スウェーデンって世界で初めて国民投票でチェルノブイリの事故の後にですね、はいはい、国民投票で脱原発を決めた国なんです、ね、でその国がですね、2010年だったか1月にですね、はい、まあ、暴風雪ですね、ブリザード、はいはい、でこれで強いブリザードで、はい、あの送電線みんな切られちゃったんですよ、木が倒れたりして、はいはい、まあ、ここに写真がありますけど、はい、でもう真冬のマイナス20度マイナス30度の時にですね、国民がその電気がないと、今ストーブも電気使いますから、はい、あの温風ファンが回らなきゃストーブも動かないですよね、はいはい、それで暖が取れなくなって、まあ、大変な、あの電気がまだ残ってきてるところにですね、はい、そこまで逃げるのに、これも命からがらだったと言って、ウプサラ大学って、私スウェーデンの大学と東大で交流があるので、そうなんですか、そのウプサラ大学の先生をお聞きしたんですね、はい、本当に国民が命からがらだったと、まあ、それで今スウェーデン政府は脱原発政策を破棄している、はい、政府としてあのもう正式に破棄しています。ですから、はい、今あのドイツとかね、はい、あのイタリアとか脱原発しちゃって、はい、もしプーチンにガスのバルブ止められたら、これはとんでもないことになる、そういうことですね、なるほど、まあ、こういう世界の潮流もだんだん原発を使おうというふうになってきてるってことですね、だからこれ今、はい、あの私少し原子力に対して光が差してきたと感じてるのはですね、はいはいはい、今日本の国民の皆様も、はい、
これも原発の大事さを、はい、理解、まあ、ドイツの、はい、とそのウクライナのね、はい、これのロシアの侵攻を見てれば分かりますから、はい、そうですね、もう今天然ガスももうすごい急騰してますから、うん、だからこの中でそのエネルギー安全保障という非常に大事な、はい、ところを確保しなきゃいけないと、はい、そこをエネルギーの安全保障とですね、はい、あとやっぱり国を守る防衛ですね、はい、ここもしっかりやらなきゃいけないということ で、ね、うん、少し日本の風向きが変わっていて、うん、私もネットいろんな意見をこう、はい、見てますけども、はい、例えば核兵器をアメリカ軍と共有しましょうということに対して相当な賛成が今ネット上であります、うん、ネット上で出てますね。だからこれだから、はい、そういうその国の守りがなければ、うん、まあ、ウクライナみたいに核兵器を持っている国に脅されて狭くまれてしまうわけですから、うん、国を守ることもですね、大事ですし、うん、まあ、憲法9条もですね、うん、やっぱり見直しましょうという意見が、うん、まあ、ネット上ではたくさん出てますので、はいはい、相当原子力に対しても理解が相当進んでます、はい、そうですね、はい、私はトラモンニュースに出てですね、はい、まあ、今日のお話のようなことを説明しましたら、はい、原発再稼働に賛成が、はい、なんと75% 行きましたですか、で反対はわずか 5% ですね。それでまだ態度が、まあ、まだよくわからないので態度は、まあ、決められないっていう方々が 20% で、うん、だ圧倒的に私が説明して、うん、それを見ていただいた方は、うん、再稼働を やんないとダメだねってこういうふうに分かってくださるんですね、はい、ありがとうございます、はい、あと最後に一つ、はい、水素の可能性っていうのはよく説明したんですが、はいはい、これはどういかがなんでしょうか、はい、水素はですね、はい、さっきのシステムコストの話で、はいはい、送電線をしっかりするっていうのは非常にコストがかかるという話しましたけど、はいはいはい、その安定化しなきゃいけないので、うん、ですからその再エネの、まあ、ピークですね、昼間の一番電気が、はい、その太陽光が出してる時にですね、はい、電気分解して水素を作るっていうのは、はいはい、私はこれ進めるべきだと思うんですね、うん、で大体電気分解の効率が 80% ありますから、うん、それで作った水素で火力発電所、まあ、効率が 50% か 60% ありますから、まあ、太陽光が出したエネルギーの半分ぐらいはそれで、うん、夜間に電気を出せるんですね。なるほど、なるほど。で、それからあと、その水素を蓄えて、はい、トヨタの社長が今、おっしゃったじゃないですか、はい、電気自動車にしなくても水素でエンジン動くんだっつって、耐久レース出てらっしゃるんですよね。だから日本の今、自動車産業ってのは今非常に世界的には規模が大きいですから、うん、まず水素で走る電気、うん、電気自動車も普及させるのはそれは当然としてですね、はい、日本の国力を最大限利用できるのは私だから、うん、水素で動くエンジン車だと思うんですよ、うん、でそれのハイブリッドカーですね、でそうすると水素が活かせて二酸化炭素を出さない、うん、その電気自動車が日本で急速にその普及すると思うんですね、二酸化炭素を出さない EV に使う、そうですね、ということですね、はい、まあ、EV の一つ前 そのハイブリッドカーですね、ハイブリッドカーですね、はいはい、でこれはだからまあ東南アジアとか世界中に今に、はい、日本製の車が輸出されてますから、はいはい、まずその日本を国力を持っているポテンシャルの高い分野で、はいはいはい、まあ、水素を使うということは私はあると思うんですね、はい、なるほど、はいはい、そうしますと水素を使い、そして次世代の原発に舵を切っていくということで、はいはいはい、将来のカーボンニュートラルを実現し、はいはい、かつ日本のエネルギーの安定供給をも実現していくと、はい、という、はい、そういうことになるわけです、一挙何得も得られるという、はい、そういうことになるわけですね、はいはい、ですからそういう政策をですかね、はい、国のはい、日本エネルギー基本計画を、ね、ちょっと見直していただいて、はい、そういう方向に舵を切っていただければ、はいはい、岸田首相がおっしゃってる、うん、クリーンエネルギー政策、はい、で今までグリーンエネルギー政策って言ったんですよ。で、具が区に変わったでしょ、はいはいはい、私はちょっとそういう伏線があるんじゃないかと思ってるんですけど、なるほどなるほど、だからクリーンエネルギー、まあ 原子力もそうですよね、二酸化炭素出さない、ですからクリーンエネルギーに、が成長戦略になると思うんです。だグリーンだとお金投資しても二酸化炭素減りませんから、そういうことですね、8% しか、ね、90兆円で電気出てないわけですから、だからやっぱりグリーンよりも私はクリーンの方が大事だと思います。グリーンからクリーンへって、ね、そういうことです、はいはい、どうもありがとうございました、はいはい、どうも、はい、ありがとうございました。